はい、こんにちは、プルホースです。ということで、やっていきましょうか。アメリオストーリー 2! いつの間に発売されたんだ。くる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 回っていきますね。はい。で、なんか、ジャックと豆の木とジャイアントジャックっていうことで、全部ジャックと豆の木なんだけど、今回はオジン・オズボーンを倒しに行きます。でも多分ね、いろんなね、マリオストーリーの実況やったことある人からすると、多分オジン・オズボーンっていう、なんか、なんだろう、ネタは、多分みんなが言ってることだから、何の工夫もない、くっそつまんねえ、あれになっちゃうんでね。だからもう、シンプルに、あれですね、お尻探偵にしとこう。何の、あれ、つながりもないけどね。ちょ、ぴょっと、じゃあねー。降りれない。ここになんかあるかっていうと、なぜか乗れる謎の雲。で、また降りていくことができるんだけど、ちょっと待ってね。ジャンチャージ S は、スーパーは、おお、4もいるのか。なるほど。やるじゃん。とりあえず、じゃあ、ピンランはいるから、クルリンとスーパースピンはいらないで、ジャンチャどこ?ジャンチャ、あった、ジャンチャ。ちゃんじゃみたいな感じになっちゃってるけど。よし、行きましょう。さあ、この階段いるかなって思うんだけど。ういー。あ、いるね。ポコ。あー、おはようございます。お主がくぼくマシンを壊したマリオっちゅうやつでごわすか。よくもやってくれたでごわす。裏でくぼれるわしの計画が台無しでごわす。世界中くぼれる楽にするっちゅうわしの理想でごわす。それがわからみなす許さんでござす。お主が来たらやっつける言われてごわすが、まずんならお主やっつけるでごわす。アズボーンアタック。なんか、お目目とお口は結構可愛いでやんすね。ということで物知りましょう。はい。おじぶだよ。大きなクモの怪物だ。射程60、攻撃力5。時々力ためてダメージが大きい雷攻撃をしてくれる場合だ。おじぶを攻撃するとダメージの分だけブレザー小さな国防ができるで、国防を振ってみておじぶが合体して一部回復してしまうんだ。こいつを攻撃するときはよく考えて攻撃しようね。はい、了解でございまーす。ということなので、どうしようかな。じゃあ、でも雷ドッキーもあるもんな。じゃあ、とりあえず、じゃあ、チャージ!ぴょ。さすが関脇やりよる。半端な攻撃力7も、すごいな。あれ 7? あれ、あ、そっか、攻撃力3アップするからか。そういうことか。どうしようかな。まあ、パイポのなんとかかんとかか。いや、このままでいっか。このままにしましょう。じゃあ、ほい。よいしょ。で、10体いると、これ、HP 回復すんのかな。おじぼしまえ、おい、途中、やりきてくれ。任せててごわす。これ、なんかあれかな。A ボタンで、なんか、おー、やっぱそうだよね。おー、2。強い。こいつら、やりよう。で、どんどん小さくなってってる。小さくなる、攻撃しにくくなるのかな。あ、やばい。これ何？ A ボタン。おー、連打、2。とりあえずじゃあ全員をぶちのめしましょう。確か1だっての攻撃力ね。うっそだろ、マジかよ、そんなことある。おら、じゃあオズボン、おら、あ、ちまって、普通に攻撃するよりもミス。やばい。余裕ぶっこいてたらこれやられちまうぞ、ほんとに。マジでやばい。で、しかもこいつ、回復するだろ、きっと。きっとそうだろ、回復するだろ。HP が何本いくんですか、大きくなっちゃう。17! ほぼマックスなってんじゃん。マジかよ。えぐいな。ジャビーン。よし。じゃあ、お前もチャージだ。ぬ、ジャビーン、チュイ。なに、よし。すんごい力。あ、やばい。こうなったってことは、だよね。うわー、そうなるよね。あ、しかも、そうか、マジか。うわ、意味ねえじゃん。じゃあ、コグモを物知っておく。HP2。
直接攻撃、アクションコマンド、いくらでもダメージ、大相撲、あー、マジかー。うわー、ここのタイミングですんごい攻撃をしてくると思わなかったな。おー、こいつら関数に関係なくめっちゃ攻撃してくるやん、いって。そう、これなんとかならなかったかなー。なんかミスったな。うえー、やばい、半端ねー。決まったで壊す、さすがオズボーシマー。マジかー、ちょっと予想外の出来事が起こってしまったな。どうしようかなー。力を抜く？でも力を抜いてもな。やっぱ全体、あ、ちょ、あれ？なんか、あれ？チャージしたままになってる。あ、そうか、物知りしたからか。あ、じゃあ先にチャージで攻撃しとこう。どう？あ、ちょ、待ってな。なんでそのミスする？バッカ野郎！じゃあもうあれだな。雲よりも強い星を降らせるしかないよね。雨、雨、降れ、降れ、母ちゃんが、小雲を倒してみせましょう。こういう時は出てくるんかい、新しいやつ。ちょっと待って。やばいんじゃないか、これ。うおー、ちょっと待って、待って、待って、おー、ちょ、怖い、やばい。これ防御できないと死ぬぞ。防御できないと死ぬぞ。おー、おー、わー、よかったよかった。HP 回復ね。HP 回復だったらまだいいです。まだいいです。オッケーオッケー。お姉さん、お姉さんにチューしてもらって、はい、お姉さんにチューしてもらって、あの全身が奮い立ちましょう。身の毛も上立つ、そしておちんちも立っちゃう。健全なゲームなんだからダメですよ、そんなこと言っちゃ。じゃあとりあえずチャージ。任せとけー。おら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 、オッケー、1、いいね、いいね、いいね。最後の最後でマックスになったってことね。じゃあ、チャージっとこう。これちなみに、さらにチャージするってできんのかな？試してみるか。1だしね、どうせね。さらにチャージ！プイ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 。あー、またお前、あー、なんてチャージしたタイミングでそうなるんだ。ムカつく、マジで。使わなかったらいいのかな？いやー、もうでもやるしかないよねー。おりゃー、クリッターカントリー、やっぱそうだ。チャージすればチャージするだけあれだ。パワーアップするな。もう、大好きだね。みんなチュッチュするのが。チュ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 。キャー。あ、でも、あれだな。全体攻撃ないのか。おお、雷が降ってきたから。じゃあ、とりあえず。どうしようかな。キラっとくか。キラ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 。反対から降ってくるし。よし、オッケー、ロック。倒せそうにないな。まだギリ倒せそうにないな。あれ？なんかまだチャージになってる。どういうことだ？ちょ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 。離れろ。汚い、臭い。あー、で、回復ね。はいはい、まあ、それはいいでしょう。よくない！あ、でも4か。4か。安全を消しとく。待って、これで何歩くらい食らう？これによって回復するかどうか決めようか。アジョはなんでミスるんだよ、そんな時に。ミスらなかったら勝ってたじゃん、じゃあ。キノコ食うか。マリオのキノコ。仕方があんめ。ああ、こんな苦労するような相手じゃなかったと思うんだけどな。なんか前回からなんかあれだね。ボス戦で苦労してるよね。やっちまったな。うわ、しかもまたあれかよ。そうなるのであれば、スーパーチャージ。トーチャージ。クリクリ。おい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 オッケー、わしが負けるはずが、ああ、ふにょ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 、ボーン、さらばボーン、さらとブーン。
ってことはこれあれなのかな、クッパとかもさ、なんか初手でさ、チャージしまくって、なんかあの30くらいの攻撃、でもあれかな、チャージの限界もあんのかな、さすがにな。じゃないと大変だよね。うん。だって、なんか5回くらいチャージしてさ、なんか1回のダメージ、5すると15でしょ？あれでもなんかそう触れないんだけど。だから30回くらいチャージして、一撃、てか2回踏んだらもう死ぬもんね。まあその間の回復が大変だけど。まあさすがにそんなせこいことはやらないでおきましょう。まあ結局ね、あのラスボス戦はね、一旦ね、お互いに回復しちゃうからね、ダメージが全部ね。ステージクリアー！イェーイ！オズモーン！ 6 人目。いやー、順調ですね。もうあと少し、でも、カメックババがたくらみをなんとかなかんとかみたいなのなかった今。また冒険できんのかな？ヘイティン君、変身パルソルだけど、これを使って誰に変身することができるのかな？じゃあ、ティンクに変身でもしようか。ティンクのピンクのパンツにな、なんで履いてねえんだよ。オープンササミ！ペタン。よし、行こう。おしゃぼしまーす。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ、とりあえず、ピロ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 、クル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 。これで先っちょに、先っちょを、てか、お前ら、もはや見張り諦めてんだろ。何もやってねえじゃん。あ、いや、とりあえず、てか、なんかあれだな。あの、ナビを連れているやつみたいな感じになっちゃってるけど、いいのか、それで。こっちは、行けない。行けないんかーい。ここは？あ、じゃあ、ここあれか。キノピーがいるのか。あれ、キノピーだよね、ここ。誰もいませんっていう名の誰もいまーす。誰もいまーすは変だな、日本語が。誰も彼もいるみたいな感じってるもんな。よう、見張りご苦労。持ち場はね、さっさと交代しろよ、ったく。っていうかさ、懐中電灯が必要になるくらいだったらさ、明かりつけろよ。何無駄なことしてんだよ、ったく。ってことはもうこれ以上手に入るものは何もなさそうでやんすな。っていうことなので、じゃあこっちに行きましょう。おい、見張り、交代しましょう。あ、通ってよし。は？なんで通っていいの？通っていいかはちょっと謎だけどな。まあいいや。じゃあちょっとスピンしたいな。よう、異常ないですって驚かすなよ。驚くなよ。わわわ。こんなやつ、あ、ドガモンか。あー、じゃあ居眠りしてますね。はい。あの、心臓を取り戻してドガモン様がありにしようね。うるる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 るよし、じゃあ、とりあえずこのままテク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 って。で、こうなってるってことは、HP8 の攻撃力3の防御力3になってるってこと？あれ、防御力3だったっけ、こいつ。ちょっともう覚えてないけど。4、3、つか、8、8、3、4か。8、3、4秒、ピッ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 。よし、このまま脱出しよう。何？誰や、鍵かけとん。おはよう。今はさ、眠いんだけど見なかったのにしてくれせんよ。で、これだろ？なんだ、おいらか。あ、お前、なんだ、俺か。差別化ないんか。まあまあまあ、あれか、パラソルになってるからな。これなんか、A とか B とか踏んだらね、攻撃できたら面白かったんだけどね。ジャンプすることもできない。で、お前ら何を血は喧嘩してんだ？お前の母ちゃん、デーベスってレベルが低すぎる。ネタが尽きた。さあ、行こう。さあ、行こう。おう、風に。周りご苦労、通ってよし。あ、なんだ。お前、とっくに工程の時間過ぎてんだ。さっさと行きやがれって怒られるのかなと思ったけど、そうでもなかったね。じゃあ、行こう。ちゃ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 。怒られろ。怒られろ。おい、やばい。まあ、怒られずに済んだ。喋るんじゃないぞ。ちゃんと見張ってろよ。はーい。というとでも思ったが、さよなら三角、また来て、チョロボン。割れたまんまかよ。大丈夫か？これ普通に飛んでいくだろう。だと酸欠になるよね、普通にね。で、なんか歩いてると、どん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 ガボン兵の目玉がしょぼん化されていくような感じがするんだけど。髪の毛ふっさふさやねんな、こいつ。よし、で、こっち行くと。メリューあ、あ
なんだ、あー、ドゥー、ドゥルドゥルドゥルこれで準備は万端じゃ。準備万端端。準備万端端。準備万端端。万端端。ん？なんだ？ん？そこのお前、いい匂いじゃのうって。見張りご苦労じゃ。なんでそこのお前って、は？いや、やっぱりお前なんか変じゃ、やけにいい匂いがするぞ。見た目は変化できてもあれか、まあ、中身が変わらないとと一緒であれだ。匂いもやっぱあれなんだな。ってことは何？カメック一族はみんな臭いの？匂いがプンプンなのかな？ねえ。何日お風呂入ってないんだろう。ってことはあれだ、カメックババも実質臭いと。匂いがたまらないと。でも多分、カメックババの場合はあれだな、あの、カレー臭が半端ないんだろうな。うん。よし、自己紹介がまだだったね。僕の名はテール、尻尾。テールクッパ。テールとクッパ。おー、君たちが混ざるとすごく美味しいスープが出来上がるのか。それはぜひとも、シュッシュッ。あと一人、はい、もう一人、僕の力も使ってくれよ。こいつなんだっけ？時を止まれだっけ？ロック。あ、だよね。時を止まれだったね。はい、6人。バトルの時もかなり優派で、はいはいはい。力合わせて頑張ろう。頼りにしてるよ、マリオ。星の国。ここって、扉があるだけで、一つの世界に、あれなのかな？なっているのかな？はいはいはい。あ、お前は腐らないんだね。どっかのデクの草みたいに、と違って。寂しいけど、さようならだよ。ふわ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 。パカパッパッピッピ。あ、ちょ、コントローラーが、行きたくない方向に勝手に。私はここに行きたかった。ジャンチャージ S。仲間も願う、やっつけアタック。ああ、今は別にいらないな。あ、ちょっと、星のかけらは ?22 か。今なんか、もらいに行ったら面白いのあんのかな。キノコオラニュース、松本さん、まる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 って、あ、なんかもう、絶対に言っちゃいけない放送禁止用語しか浮かばなかったからやめとこう。で、ちょっと待ってね。違う、こっちだ。ケーキ、マロングラス、メープル、あ、まあ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 、まあ、十分かな。じゃあ、こっち入っていって。チャラチャ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 。ぐる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 。ポコピーがいないといけないところの先に進んでいったらいいはずだから。で、またどうせあれだろう、なんか変態親父がさ、あそこ行くまでタンコブ手に入れとこうか。タンコブあった方がいいよね。じゃあ間違えた。めっちゃポコピーになったつもりで、ポコピーじゃなくておばさんだった。誰がおばさんだよと、おめえだよ。だよだよ。くるくるだよ。なんかいるし。じゃあ赤るとこか。だよね。なんかあると思ったよ。あ、ちょ。かーん。しかもおめえらさ、確かさ、もう多分さ、俺の予想だとさ、星1個しか横さやがねえやるだろ、ほんと。防御力3もある、カッチカチのくせに。ほらーほらーまったく。あ、でもそっか。よくよく考えたらさ、ポコピーを手に入れた時点でさ、わざわざステージクリアしなくても、こっち来れたんじゃん。うわ、もっと楽にクリアできたんじゃん、じゃあ。なんか出てきた。おい、おい。うわ、ちょ、B 押したべや !B 押したべやうわーんめんどくさい。あ、そっか、こいつらに雷どっかんでもいいのか。こいつらね、でもそっか、雲の相手に雷がまさか効かないとは思ってなかったからな。やらかしまったな、ほんとに。多分あのワンターンがなかったら、もっとだいぶ楽にオズボーンを倒すと思うんですよね。ねえ、ジャイケル・マクソンね、よくもやりやがったって話なんだけど、いるかな？いる。あー、ちょ、なんか、うわって、ほんとにもう、でも倒しとかないとまだ帰りとかがめんどくさいからな。ごめんね、みんな付き合わせて。申し訳ないっす。おいと、よいしょと。くる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 、バーン。おいー、ぎゅー。Wii U が2008年とかだっけ？じゃ、それ Wii か。Wii U 2012年だっけ？ね。なんか Wii がさ、次世代機、Wii の次世代機うんぬんとか、じゃあ Wii U からの次世代機うんぬんとか、あ、ちょっと、ほら、いけんじゃん、普通に。やっちまった、俺。恥ずかしい。ほんと、なんかすごく、コントローラーがダメだね。コントローラーってなんだ？コントローラーがダメだね。ほいよいしょあ、ちょ、あれ、あれ
須田。あ、ジャンチャージ、ジャンチャージ外しとかないといけないな。邪魔だな。邪魔っつうか、今いらないっつうか、あれだね。でもね、またね、7つ目のステージのボスもね、HP 高いわ、攻撃力は高いわ。で、防御力が何よりも高いやってるのってめんどくせんだよね。ぐえーぐえー、うひゃー、仕方あるまい。食うか。まあ、あいつがずっとくる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 目回しをしてくれてる間は楽だからいいんだけどさ。おい。なんだよ、攻撃してくるのか、普通に。そう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 、回して回して。課金課金課金しないんだよね。残念でした。ウィーピー、オッケー。どうしよう。ああ、まあでもいっか。普通にこいつが回ってくれている間はマリオ別に何もしなくてもいいもんね。いや、クリオにしてさ、こいつも倒してやろうかなと思って、攻撃できないままずっとひっくり返ってる状態とかにしてたら面白いかもしれないなと思ったんだけど、そうでもないね。クリ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 、もうただただあれだな、今多分マリオが吐くか吐かないかで戦ってるところでね。うっ、うっ、うん、あ、嘘、何してんの、なんか、うっぷ、うん、何これ、ごっくんってなってるし、マリオのごっくん。ちゃ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 。うん。オッケー、ちゃちゃちゃペケポンのパーパーパー。てか、どうせもうすぐレベルアップするし、あれだね。おう、たぶんもう一回いるのは知ってた。オッケー、一撃必殺し。あー、ちょっと待って。あ、まあ、いいか、別に。別にいいのか。あー、またあれだ、バッチ買えるの忘れてた。ポイーン。闇の子がまだ一個くれるっていうのがあれだよね。優しいよね。よいしょー。ちゃっちゃっちゃちゃちゃ。あ、で、おー、気づけばあれだね。まあ、ボス戦で10分くらい使ってたもんな。ちょっと待って。違う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 。おいー、よいしょ。ちょっと待ってね。よし。で、パワーブロック。あ、うわうわうわ。なんかコントローラーが、本当にコントローラーがなんかあれだな。ここに来るには、だから、スーパーハンマーを手に入れとかなきゃいけなかったって話だね。スーパーハンマーを手に入れるためには、やっぱり、あいつをクリアを、ちゃ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 トルネードジャンプ、ふいや。頭どうなってんのやろ、ほんとにね。まあまあ、このままでいいか。じゃなくて、こっち。バッチを、ちょ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 。ジャンチャージ。で、とりあえず、コイン、ちょ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 。ですよね、怒られるよね。オッケー。ぴょいーん。ぴょいんとにヒューストン。くだらねえ。で、ほい。ほい。チャリーンだよね。なんとなくそんな気がしてた。ここだけ一個開いて、あー、キンキノ助かる。めちゃくちゃ助かる。もうキンキノと、ストーンマリオさえ手に入れてれば何度でもなるような気がするんだよね。あ、これ取ってないとこのままになるんだ。へえ。まあ、また出すだけ出しておきましょう。そうすると、チュルチュルチュル。あ、ちょっと、降りれない。あ、ここ降りれないんだ。とりあえず、じゃああれかな。やっぱ殺人事件まで行く？いや、行かないか。明かり。えい。あー、なんかまたいろんなのがいっぱいいる。あ、ちょちょ、ミス、危ない危ない。おお、そっか、もうすげえな、一ターンで銃も与えられるってやばくねえか。ピーン、ちゃ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 、ハンマー涙目だよな、これで銃も与えられるんだったら。よいしょ、カーン。ねえ。これでだって多分、ですよね。8かでも与えられるんだ。倍与えられるんだもんな、えぐ。オッケーオッケーオッケー、ハートプリー。まだいるよねー。もう会わないで済みますよねー。キュッと。あ、やった。あー、でも、あー、マジか。いらない。で、じゃあ、ふい。これで、あー、もう一個あるか。し、え、ちょちょちょ、離れて離れて。明かり、明かり、
あなたが私のことを大好きなのは誰もが知っていることだが。なんで落ちるんだよ。どうしてだよ。キンキンに冷えてやがる。どうしてだよ。ちょ、なんで、横。どうしてだよ。おかしいだろ。ちゃ、危ねえな。ほんとにどう、固く閉ざされてます。え？なぜ ？What？ ごめん、なんでだろ？何か、え？デアールに会いに行くデアールじゃないとダメってか？ちょっと待ってね。一緒に鍛えられそうなキノコも特になかったことって、そうなるとメイプル邪魔なんだよな。なんかアイテム変わってないかな？あ、ナイスで防御。イエス。オッケー。もう本当にド貧乏になってきたな。すべてのバッチ。で、まあまあ時間経ってんだ。25分も遊んでるもんね。フラワーヘイルのナイスで防御ですね。いいね。こうなると防御力がさらにカチカチになってくるね。フラニュース、ああ、もう変わり映えしないね。どこ行ったらいいんだろう。とりあえずじゃあ手紙でも読みますか。手紙でも読んで終わりにするか。一応ボス倒したしね。はいはい、マリオさん、こんにちは。いやー、新しい手紙、どの手紙めっちゃいるー。クリパパ。なんかアイテムよこさないのかな。全力クリオ。元気か、パパたちは元気でやってる。お前のとこ物知り、きっとマリオのようにしてるみたいな応援してるぞ。はい、カメキ。一番役、お前にファンなんかいたのか。カメキ様へ。ごめんなさい、記録さんでマリオさんと歩く。ごめん、あなた様の、誰だこいつのファンは。こいつと街を歩いてたことなんか、秒も、ああ、間違えたー。はい。なんで古い手紙があれなんだ。ブルース、オールマイト。ペンキー、早く僕のところに帰ってくるわ。お腹も待ってくるわ。ずっと好きな人に、うちの人と嫌いだって言われて、僕の気持ち、ガラバー、熱い爆発ね。爆発したらいなくなるだよ。セバスちゃん、余計なお世話ざますとかで、レサイはどうか早く送る。お嬢様危険な目に遭ってる。そんなお姿ばかりが目に浮かぶ。毎日、なるほど、心の底から信頼していないから、あんなボコボコにされているっていうようなこうイメージしか浮かばないってことなんだ。もっと信用してやるよ。お嬢様大活躍だぜ。ほとんど出てきてないけど、ケムケム、無事逃げてるって。俺は生きていくと決めてっぴ。おめえとおめえの連れには感謝してるけどな。本当にこの天使感を送るべ。でも見かけたらすぐ元気だな、ケムシのケムケム。ああ、まあ、こいつのせいで正体バレちまったって感じだもんな。オプック。何、息子？コプックなんていたの？母さん、おらんようなった思うだろう。マリオについてたって聞いたべ。無理せんように早帰ってきや。新しい卵を産んだけ見てほしいから早うね、息子。お前、娘か。息子が卵を産んだらお前どうなってんだと思ったけど。そういうことな、ポコな。はい、どうぞ。てか、空飛べるんだからさ、なんかね、もう、コボックさんのそばで笑顔で待ってるからね、帰ってこなかったら探し回って教え。もうボコボコにされなさいよ。え？あ、違う、はい。二人の愛の結晶がって言ってるけど。何？子供でも生まれるの？ちなみにさ、こいつらの、ちょ、もうめんどくせえな。もう無限ループって怖くね？終わり。いいえ。はい。ねえ。怖いよね。何が起こるんだろう。で、どうしたらいいんだじゃあ。肩くどされてる。謎解きはディナーの前にだね。よし、じゃあ、いつもより若干早いけれども、今日はこの辺りで終了とさせていただきます。また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。お疲れ様でした。バイバイ。